こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も単行者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、花開けば蝶おのずから来たるです。春が来て花が開くと、花自身は何も言わなくても自然に蝶がそこに集まってくるという意味で、通り言わず下おのずから形をなすと同義です。有徳の人というのは、隠れていても必ず誰かが見つけ出し慕ってくるものです。それでは今から、花開けば蝶おのずから来たるを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。